グローバルスターは衛星電話及び低速度データ通信を行う低軌道衛星コンステレーション及びその運営会社のことある。同様のサービスはイリジウム社やオーブコム社の衛星システムも行っている。グローバルスタープロジェクトはロラール社とクアルコム社のジョイントベンチャーとして始まった。ローラル社とクアルコム社は自ら以外にアルカテル社、エアタッチ社、 ドイツエアロスペース社、ヒュンダイ社、ボーダフォン社を含めた8社が出資に参加してグローバルスター LP を結成したことを発表した。この会社の形態はアメリカ合衆国においてリミテッドパートナーシップと呼ばれるものである。18億ベイドルの資金を元にして1998年には衛星システムは稼働を始めるだろうとグローバルスター社は考えていた。 グローバルスター社は1995年1月に連邦通信委員会から周波数割当てを獲得した。合衆国で獲得した周波数帯と同じものを使用する権利を得るために他の様々な主権国家との間で交渉は続けられた。1998年2月に最初の衛星が複数打ち上げられた。しかし百九十八年九月の打ち上げの 失敗が原因で衛星システム全体を形成するのが遅れた。打ち上げはロシア連邦宇宙局が行い12機の衛星が失われた。2000年2月までに最終的に合計52機が打ち上げられた。52機のうち4機が予備の衛星でシステムは48機の衛星で行われる。ありがとうございます。